どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今日は終わった。マジでゆうころチャンネルが大炎上してる現実で話していこうと思います。普通終わったわ。2万いいね。いやもうどうこれ多分3万いいねぐらいいくな。これインプレッションやばい。これ絶対パズドラ界隈が届いてると思うんだけど、事の発端はと言いますと、昨日ね正月ノルディスの動画を撮ったんですよね。でノルディスとシバダラの動画で、ノルディスよりシバダラの方が強いっていう風に不動画になってたんですよね。まあそもそもこれ矢印なんですけどね。そもそも矢印だよこれ普通に。ああでも終わった。あ無理か、修正したから無理か。修正しなかったらこれ矢印ですと終わってたんだけど、あ無理か。あのシバダラの方が弱いのにノルディスの方が強いんですよ。なのに不等号逆になってて、まあ、それでねこうツイートバーンってしてね、それでねこのツイートが、なんと現在、1.8 万いいね。あーゆうころチャンネル史上最大の炎上です。終わった。結構俺昔炎上いろいろしててさ、いろんな悪い炎上あったのよ正直。1位です。1位、不等号の向き間違える。まあはっきり言ってね、あんまもうあの本当すいませんと思ってるから言いたくないんだけど、まあ、やっぱパズドラで人の編成を勝手に借りたりとかね、まあ、あとは山本プロデューサーの顔を配信で使ったりとかね、いろいろ炎上してたんですよ昔。でも本当すいませんと思ってて、マジで本当にすいませんなんだけど、本当にすいませんなんだけど、簡単に超えられた不等号に。おいどうなっとんねんマウンテンやぞこれ。なんじゃこれ。これ本当にこれ2万いいねだよね。そうだよね、 1.8 万だもんね今。しかも249万インプレッションでしょ。やばすぎだろこれ。どういうこと。一瞬で5万インプレッション増えてんだけど、何これマジで。もうこんなツイート、俺もこんなにバズりたいよマジで。うわー、しかもこいつプレミアム入ってないやん。お前アフィリエイトせめてしとけよ。そしたらお前これで収益化してるっつってさ、まだいいよその方が。お前収益化してないやん。ただ254万インプレッション稼いだ人じゃん。お前これ収益してたら2万円ぐらいもらえるんだよ。何してんのマジで。うわ、俺のツイートこんぐらいバズってくれよマジで。まあそれはいいや、ちょっとお金の話したくないし。まあ、ということでちょっと今回で炎上なんですけど、あのごめんなさい、もうあの炎上説明終わってて本当にびっくりすると思うんですけど、あのシバダラとノルディスの不等号の向きが逆でした。あー本当にこいつら終わってるわ。マジでこの界隈って言いたいけど、これ界隈じゃない。普通にパズドラ界隈なんてこのツイート来ても2000いいんだけども。あれ終わってるマジで。本当にツイッターってゴミの集まりだわこれ。もうゴミの集まり、マジでやってらんねえわ本当に。だから YouTube のコメント欄にこもってんのが一番いいんだよマジで。マジでもうツイッターアホらしいわこれ。今日で思いました、本当にゴミしか言えんだなって。揚げ足取りじゃん。しかも5分で終戦してんのにな。おかしいわマジで本当に。まあねっていうね、炎上がありました。まあ、そもそもね。まあ、僕が不等号知らないのが悪いですね、本当に。そうですね。まあ、一応、ゆうころチャンネルは、すごくもうみんなが多分知ってるような関西の大学に行っていて、学部も、まあ、情報学科なんですよ、言うなら。情報学科っていうのは、まあ、理系なんですね、言うなら。もう今まさに、これからの時代で必要な人工知能とかアルゴリズムとか、また自然言語とか、あとは、当然、まあみんな大好きプログラミングやってるんですけど、僕なんなら今期プログラミング受けたんですけど、多分これ終わったマジで。だって不等号の向き逆でしょ？絶対終わったわ。うちのテストがなんか、プログラミングを書くテストなんだけど、その不等号が逆ってことは、俺のプラグラミング全部逆なんだよね。これってこのまま、この状態でノルディスの方が強いじゃないの？逆なんだ。こんなわけないやろ、ボケ！ミスじゃん、ミス！1日に何枚サムネ作っとんねんマウンテンやぞ、ほんまに。バカがてめえらよ、年末年始な、休んでな。なあ、みんな、今最高でしょ、YouTube、テレビで学校ねえな、つって。俺は、学校と、自分の会社と、YouTube があんだよ、もう。死ぬぞ、俺、ほんとに。バカが。たまにね、いるのよ。そんなに稼いでるんだったらもうさ、YouTube、大学辞めたらいいじゃんっつって。
そう、大学辞めて普通に YouTube と会社やれないよって言われることもあるんだけど、違うのよ、大学は楽しい。いや今高校生のやつら、大学はいいぞ本当に。1年生だけ頑張れよ。1年生だけ1限あってすごいしんどいと思ったら、2年生からちょっとずつ楽になってくるからな。3年生だったらもう3限からが多くなるのよ。そしたらもう朝はダラダラ寝て、昼から大学行って、夜バイト、まあその急ね、空いてる人がね土日にバイトして、最高です大学生活。あ、今そこのあなた、親の金で大学行ってると思った人いますか？違いますからね。ゆうころちゃんなんてちゃんと自分のお金ですからね。あの、僕の留年に文句言ってください。まあ、ゆうころちゃんなんて留年してるから不登校の間違いぐらい仕方ないよな。うん。別に留年してるけど、俺全部自分の金だから安心してね。まあ、やっぱね、親が払ってくれたらちょっとやっぱ頑張んなきゃダメじゃん、大学って。まあ、ゆうころちゃんならもうさ、全部自分なのよ。自分の金で、自分で払って行ってるから、まずなんていうの？まあ、会社と、YouTube と大学を両立してるって感じだし、まあもちろん両立はできてないんだよ正直言って。だってさ、特に YouTube がやっぱ一番俺はメインなんだけど、クエダンとかあると0時からいきなりさ YouTube やるわけだ。そうだったらもうさ5時とかまで絶対かかるわけよ。だったらもう大学無理やん。でもちょっとやっぱ実際に厳しいところはあるので両立はできてないんですけど、まあ程よく頑張ってるような感じですね。だからまあそこはまあ俺の勝手にどうでもいいですけど、まあ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 、ただ不登校の勉強してなかったのは俺が悪いな。いやただ本当にこれ炎上が不登校でまだ良かったんですよ本当に。実はゆうころチャンネル、あのめちゃくちゃ苦手なことがありまして、あの実は配信とか見てくれてる人は知ってると思うんですけど、本当にあの実は数学マジ苦手なんですよ。あのあながち不登校わかんない、間違ってはなくて、僕あの微積とかあるじゃん、まあ、線形はまだできるんだけど微積あるじゃん。で理系の学科入ると、まあ、大抵微積あるのね、まあ、微積ない学校の方が少ないと思うの。微分積もあるんだけど、俺数学マジで苦手だから、本当に苦手だから、毎年そんなんていうの微積で毎回詰まるんだよね。だから無事単位は取れたんですけど、ギリギリこの微積の取得点数が60点っていう、わかります？大学って60点以上なんですよ。60点、なんなら、まあ、言っちゃうともう線形も60点。俺が数学苦手は正解だから1と2があるでしょ。この場合大きいのは2じゃん、もちろんこれが大きいよね。ってことは2の方が大きいっていうのは、こういうことなんだね。不等号っていうのはこういうことらしいです。知らんかった、俺普通にこっちだと思ったの。でこれがさで1よりも2の方が大きいっていう矢印を表してるから、不等号でこう矢印で2の方が大きいっていうのがもう見たら分かるじゃん。バカでも分かるじゃんこんなもんは。で2の方が大きい、大きくて1の方が小さい。これ分かんないです、バカだろうと思ったんだけど逆だったんですね。実はこっちだったんだ。うん、これで大きいと小さいになるんだね。これ多分俺の視聴者も1個今頭良くなりましたね。実はなんかでもこれね裏技があるんですよ。そう、お前ら不等号の裏技多分知らないと思うんだけど、ちょっと見てて。不等号の裏技でこんなんがあります。これ知ってる、これ知らないでしょ。これも1より2の方が大きいって意味らしいの。これ知ってた？いやだからね、これ実は裏技なんだけど、こういうのもあるんですよね。こういうのも、これも裏技よ。こんなん知ってた？みんな知らないでしょ。実はその不等号っていろんな裏技があって、でしかもねあんま知られてないと思うんだけど、等号もあります。ちょっと見てて。等号、これ等号っていうらしい、等しいって意味なんだよね。だから同じ、同じってこと。1と2がちょっと1と2、あでもまあちょっと1と2実は同じじゃないなって気づいた人もいると思うんだけど、そういう時はこうすればいいのよ。